はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルービッシュです。信長の野望創造戦国歴史で井伊直親でのプレイ続きをやっていきたいと思います。井伊直親は2017年の大河ドラマ女城主直虎の中で三浦春馬演じる武将になっています。で、この戦国歴史伝の中では登場しない武将でしたので、オリジナル武将としてですね、作成をしてプレイということになっています。では早速続きをプレイしていきたいと思います。で、前回までにですね、その足利将軍家を滅ぼすことに成功したところなので、今回は続いて畑野家の攻略を命じられているという状況になります。なので早速畑野家を攻略しにかかっていきたいと思います。で、今後の見通しなんですけども、いかんせんちょっと武将の数が足りない、正直言ってというところがあるので、まずはね、武将をしっかり確保していくというところからプレイをしていきたいと思います。あとですね、実は今回からマイクを少し変えてみました。なので、ちょっと今までと音声が若干雰囲気変わってしまっているかもしれないんですが、どっちがいいかっていうのは今後見極めながらプレイの方はしていきたいと思います。でだ、武将が全然増えてこないと、これ以上城を増やしても正直面倒が見切れなくなるっていう状況になりつつあるので、そこはどうしようかな。まずは家臣で提案力発言力ゼロだからな。いや、欲しいんだけどな。となると、密談とかで武将を確保していくしかないかな。畑野家というのはここの2つですね、領有しているのが畑野家なので、この畑野家を、潰すこと自体は正直言って造作もないことではあるんですが、安易に攻撃を仕掛けてもその後守れないというか、武将がいないっていうね、なんともな感じになってしまうんで、ちょっと難しいとこですね。なんなりとお申し付けよ。毎度大きに。足利将軍家を潰した時にまるっと足利家の武将たちが味方に入ってくれるんじゃないかなという期待をしてただけに、ちょっとそれが外れてしまったので、どうしようかなというところですね。このまま武将が足りないままあっちゃこっちゃしててもしょうがないところではあるんですよね。かといって大幅に武将を増やす方法もないし、本当に困った。武将の数が足りない。ご命令を。先月の収支です。武将の数を増やす一番手っ取り早いのは提案力発言力を上げていくっていうのが一番間違いない近道ではあるんですけど、それをするにしても新しく城を取ったとしても、どう考えてもその城に入れる武将がいないんだよな。本当に困った。どうしよう。そしたらとりあえず畑野家を潰しにかかりますか一旦。
で、そこでまた考えましょう。武将の数が足りなくなるというのはもう間違いないことなので、まあ、最前線の城に関しては積極的に城の回収はしていきましょう。まあ、結果的に最前線はどんどん前へ前へと進んでいくので、内から城は強くなっていくはずですね。発言力ゼロだからな。この軍団長にありながら発言力がゼロ、それもどうかと思うけどな。そしたら旗野家に対して出兵をかけていきましょうか。で、一気に潰すときは一気に潰しちゃいましょうということで、直親自身も出兵していきましょう。末森城から兵1万を率いて出陣していきます。出るとするか。カズマスも出陣。まあ、カズマスとかちょっと領地をもうちょっと兵力の多い場所に変えてあげて、その戦闘力をいかんなく発揮してもらうっていうのが、まあ、今後苦しい苦境に立たされた時にはいいかもしれないですね。まあ、今はっきり言ってヌルヌルプレイでも全然クリアできちゃうような相手なので、旗の家というのが。倒すときは全軍を持って倒しにかかりましょう。お任せください。何、シリーズ山城に対して14,300、14,300か。朝倉の大軍が来るな。14,300、これは清水山城になんか攻撃をしてる場合じゃないな。うん、違う違う、旗の家攻略をしてるところではないですね。一旦清水山城の救援に向かいましょう。何、さらに牧島城にも出陣します。ここぞとばかりに攻めてくるな。上野城にも出陣か。とりあえず八神城だけでも落としちゃいますか。かしこまりました。承知しました。助立ちいたす。
立ちしよう。よし、味方から援軍が出てきたので、伊賀上野城の防衛戦はなんとか形になりそうかなというところですね。で問題の清水山城も大丈夫。戦場へ参る。伊賀上野城には前田利家が来てくれてるのか。この前田利家で三好隊を撃破できれば伊賀上野城の防衛はなりそうですね。とりあえず八神城の攻略を一刻も早く終えて軍を返しましょう。そこからかな。ことになってるな。割と本気で攻めてきてるな桜軍が。どうするか、一旦軍を引いた方がいいのか、どうなんだろう。もみ以上に関しては一度回線で一気に蹴りをつけましょう。おそらくこの直近の8000で蹴りがつくはずで、利家がだいぶ削られてるな。大丈夫か。牧島城はまだ戦闘が始まってないですね。で八神城は激戦中で、清水山城も激戦中か。予断を許さない状況が続いてるけど、味方から援軍がどれくらい出てくれるかな。これで敵は戦いには加わらないと言ってくれてるので、このタイミングで回戦をしていきましょう。進め。よし、退却せよ。負ける気がしないな。敵将討ち取ったり出陣します。ご命令を報告いたす。報告いたす。三好軍は撤退したね。戻るぞ。戻ります。困りました。お任せくだされ。承知しました。よし、なんとか乗り切れそうな手はずが整ってはきましたね。
鉄不足になってるね。全く鉄がなくなってる。ここは鉄を買っていきましょう。御用を受けたまわります。ありがとうございました。よし、こんなもんかな。やれ。逃げるなら今のうちだ。出陣するぞ。いよいよ。でも清水山が危ないか。味方の軍勢はただまだ十分に数は残ってますね。で、もみがこちらに寝返ってくれてるので、まあ、このまま八神城を落とせるな。表彰を始めます。報告いたす。不戦と言いつつこちらの行為に加わってくれてる感じがするけど、モミーさんに関しては。で、今度は材木不足か。金がかかるな。ありがとうございました。石垣には早め早めにしておいた方が何かといいですからね。でだ、この後なんですが、まあ、あの浅井の守る小谷城はおそらく陥落せしめることができるので、その後ということになりますね。まあ、どこを攻めるかというのはあるんですが、まあ、八神城の後もみ城を攻め、さらに先に突き進む感じになるかな。まあ、何にはともあれまずは八神城で、八神城を落とした直後にモミがまた敵に寝返るという意味のわからない行動に出ますね。で、ここは長野城をめぐって、北畠家と今川軍味方が激戦中ですね。で、浅井浅野も、浅井朝倉も押し返すことができそう。ご命令を報告いたす。小谷城は落ちたも当然だな。いや、もう武将がマジでいないんだよな。2人詰めてるところ、末森城から徳山を出すか。もうこれで本当にいない。我らには勝てぬぞ。戻れ。騎乗をするぞ。騎乗します。これで浅井軍を撃破ですね。ご命令を報告いたす。先月の収支です。これで浅井を滅ぼしましたね。出るぞ。結構間落ちかも。削られちゃったんだな。騎乗する。出陣するぞ。出陣するぞ。表彰を始めます。先月の収支です。
あ、そりゃ城はねもうどんどんでっかくしたいんだけど、いかんせん武将不足で至る所で滞ってるっていうね、嘆かわしい状態になっちゃってるんですよね。そうなると家臣で誰かもらえるかな。そろそろ27か、提案力が27だと誰ももらえない。旗の家はあと2つ城ですね、5着と黒い、まあ、力攻めして落とせない規模の城ではないですけど、もう武将が本当にいないからな。若さの武田が滅びるな。出陣する。にしても武田軍がここまで進出してくるってすごいな。の終始です。オブ正影隊6500がどこを攻めようとしてるんだ。これが統一城を狙ってるんだ。まあ統一城だったら確かに落とせそうな、そんくらいの規模の城ではありますけどね。できれば有岡石山諏訪、この辺りはこちらの城にしたいな。しょうがない、ここは黒い城を取りに行きましょう。そうしないと味方がさらに大きくなりすぎるからな。この末森城は手放したくないんだけど、まあ、今後独立したいなっていう思いを考えると、末森城を捨てて拠点を集中させた方がいいような気もするんだよな。末森城って一番最初にもらった城で、ここまでだいぶ手入れをして耐久も上げて一番大きな城に育て上げた城ではあるんですけど、もしですね今後今川から独立した場合、一番最初に攻撃にさらされるのがこの末森城になるんですよね。でこの末森城がじゃあ守りに耐えられるかというと、さっきからお話しているように武将の数が絶対的に足りないのでとても守りきれないってことを考えると、末森城は手放してむしろ武将をもらうっていうのも手だよな。悩ましい、どうしよう。まあ、とりあえず旗の家を滅ぼしてから考えるか。出陣する。まあ旗の家の残りの戦力を考えると、とてもこの直近軍団を押し返せる力はない。出陣するぞ。出陣する。助立ちします。出陣します。ただ敵の総力戦で来るか。出るとするか。出陣するぞ。かかれ。行商を始めます。先月の終始です。助太刀いたす。助太刀いたす。
まあっという間だな、黒以上に関しては。となるとこの後は、なんと攻めにくいところにいるんだ。この五着は、五着に行く前に別所を倒していかなきゃいけないのか。別所の2つの城を抜いていかなきゃいけないんだな。加勢いたします。行くぞ。敵将捕らえたり。加勢しよう。逃げるな、今のうちだ。戻るとするか。ここは五着まで力攻めでいきましょう。かしこまりました。一気に敵を殲滅します。加勢いたす。ご命令を報告いたす。なんとしても五着をさっさと落としてしまって、今後の動き方を考えましょう。お味方が捕獲されました。ナオトラを解放してやらないとな。ご命令を報告いたす。ナオトラが捕獲されたからな今。臆したか。出陣する。ご命令を報告いたす。というわけでナオトラの救出作戦を展開しなきゃいけなくなったので、部隊をさらに出していきましょう。ん、ナオトラいるじゃん。普通にナオトラの救出戦なんて必要なかった。とはいえもう一度軍勢を出した以上は引けない。五着まで一気に攻め上りましょう。出陣する。出るぞ。我が戦お見せしましょう。出るぞ。いざ参ろう。行商を始めます。報告いたす。報告いたす。兵糧不足になってきてるな。五着までたどり着けるのか。私を侮りしこと、くびるがよい。出るぞ。出陣する。我が戦。いやー、ここはもう完全に消耗戦になってるな。愚策だけどこのまま決めたい。加勢します。出るとするか。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。五着が落とせないかな。加勢します。五着が落とせなかったか。承知いたしました。血を無駄にするでないぞ。 EO 隊6000が五着にたどり着ければ、あるいは
出陣します。ただいい応対も兵糧切れだな。まあ、兵糧切れのまま戦うのはグーなのでやめましょう。付け立ちいたす。非常するぞ。行くぞ。出陣します。はい、というわけで、まあ、ちょっとね今回なんとか表情を始めます。旗の毛を潰したかったんですが、そこまではちょっとたどり着けませんでしたね。まあ、今の目論見では旗の毛を潰した後できれば独立をね模索していきたいなと思ってますんで、このあたりはね、少し考えながらプレイをしていきたいと思います。じゃあ最後に武将一人もらい受けていきましょう。発言力が50なので誰がもらえるかというと五右衛門とかもらえるんだ。五右衛門とか政治が低すぎるからな。そうすると増田長盛とかも、浅野長政、磯野、なんかこう戦闘面でもこの政治面でもバランスよく活躍してくれる人がいいんだけどな。そうなるとこのガモ貞秀とか結構いいな。全部が70ぐらいありますからね。じゃあ貞秀をもらっていきましょう。はい、というところで今回はここまでにしたいと思います。また次回もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。